レンジャーズのダルビッシュ有投手、30、が、10日、日本時間11日、フロリダ州マイアミのマーリンズパークで、行われるオールスター戦のため現地入りした。この日のホームラン競争前、参加選手全員がそれぞれブースで、着席し取材対応を、する時間が設けられ、ダルビッシュは約30分間、メディアの質問に答えた。3年ぶり4度目の多摩沿線出については、運がいいなと、思います。単純に、成績がいいだけでは選ばれないので、その時のチームの状況もありますし、いろんな兼ね合いがありますから、そういう意味でも、すごいラッキーかなと自分でも、思います。とし、今回は初めて家族と参加しているため、家族サービス、それも、込みできてます、と話した。また日米のオールスター戦の、違いにも触れ、アメリカは、価値の作り方がうまいなと、思います。日本だったら、数年前だったら、オールスター戦が、3試合とか、見る方も完全に飽きると、思う。2試合もいらないんじゃないか。1試合にして、ちゃんと出る資格がないと、そういうのをしないと、オールスターがみんなの憧れというか、そういうのにならないですし、と、話した。